ミネオ TV、 ミネオ TV。 皆さんおはようございます、ミネオです。本日は、明日に迫りましたハーフアニバーサリー生放送、こちらを、10倍楽しむ、5つの方法、こちらの方をご紹介させていただきたいと思います。明日ね、3月25日金曜日、20時から YouTube にて生放送があります。で、ハーフアニバーサリーということで、以前ね一度ありましたけども、今回もまた生放送ということで、これをねぜひお祭りね、このお祭りを楽しんでいきたいということで、少しね考えてみましたので、ご紹介させていただきたいと思います。まずじゃあ早速1つ目、はい、これね、これはまあちょっと限られちゃうところがあるんですけど、一つ目ね、このお祭り感を出すためにやっぱこう内面からね楽しんでいきたいということで、ぜひ皆さんコスプレをしてねこの放送に臨みましょう。もちろん私はしま、私はしまないんですけど、っていうかないからね。とりあえず私はちょっと塩でね体清めてから見たいと思います、ね、正座待機で ね、 ね、コスプレとかね、そのそういう気持ちが大事ね。2つ目、はですね、自分のなんていうのかな、アニバーサリー予想みたいなのしてる方結構いらっしゃると思うんですけども、このアニバーサリー予想とね実際のところを見比べながらやるのはすごく面白いんじゃないかと思います、ね、実際コラボをね、ナンバリングとコラボはまああるよねとかね、まあガチャのやっぱりちょっと緩和というかな、そういうのもあるよねとかね、まあそういったところの自分の予想と見比べながらする。で、質問コーナーもありますのでね、こういった自分の出した質問答えてくれるかなみたいなね、まあそういった楽しみ方はいいんじゃないでしょう。はい、そして3つ目、はい、こちら生放送でおそらくコメントはできるとは思うんだけども、まあコメントでね、まあ多少ちょっとね否定的な部分も出ちゃうかもしれないんですけども、やっぱりここはお祭りということでね、肯定的な建設的なねコメントをどんどんやっていって盛り上げていくっていうのが大事じゃないかなと思います。はい。でね、放送後とかでもね、ツイッターとか、そういったところでさらに拡散して、ぜひこれを機に、玉傷の民を増やしていきたいなと思ってます。はい。そして、何よりね、この4つ目。これ結構ね、いいかと思うんですけど、多分同時配信するね、配信者の人結構いらっしゃると思うんで、ぜひぜひね、自分の推し配信者のところ行って、ね、盛り上げていくっていうのはいいんじゃないかなと思います。私も一応ね、配信、同時配信予定とはしておりますので、またよかったら遊びに来ていただければありがたいです。はい。そして最後5つ目。これがね、これがっていうかな。これね、一応8時からって書いてて、時間がねお尻書いてないんで、さすがに10分20分で終わるってことはないと思うんだけど、まあねドラクエ10とかでもね下手したら2時間3時間とかあるからね、さすがにね一発目のお祭りなんで2時間ぐらいあると思うんだけど、ないかな、どうだろう、1時間はあるかな。ということで、まずね、まずは体調管理。ね、これ、当日お腹痛くてちょっとトイレ駆け込んでましたとかね。前日全裸待機してたら風邪ひいちゃいましたって、みたいなね。そういうことにならないように、まずは体調。そして、何よりちゃんとね、飲み物、食べ物、これをしっかり準備して、生放送に臨みたいと。これですかね。はい。ということで、何としても盛り上げていきたい、このアニバーサリー生放送。はい、というわけでね、明日3月25日8時からの生放送、ぜひぜひね、皆さん、お時間頑張って作って、一緒に楽しみましょう。
はい、いつもご視聴ありがとうございます。またよろしければチャンネル登録、ツイッターのフォローぜひよろしくお願いします。じゃあみんなまた明日会いましょう。バイバイ。